マタイの福音書第28章さて安息日が終わって週の初めの日の明け方マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来たすると大きな地震が起こったそれは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからであるその顔は稲妻のように輝きその衣は 雪のように白かった。万兵たちは見遣いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると見遣いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように蘇られたからです。来て収めてあった場所を見てごらんなさい。 ですから、急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先に、ガリラ屋に行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。では、これだけはお伝えしました。そこで彼女たちは、恐ろしくはあったが、大喜びで、急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走って行った。するとイエスが、彼女たちに出会って、 おはよう、と言われた。彼女たちは近寄って宮足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラ屋に行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。女たちが行き着かないうちに、もう数人の番兵が都に来て、起こったことを全部、歳市長たちに報告した。そこで歳市長たちは、 民の長老たちと共に集まって協議し兵士たちに多額の金を与えてこう言った「夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだもしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから」そこで彼らは金をもらって指図された通りにしたそれでこの話が広くユダヤ人の間に広まって 今日に及んでいる。しかし、十一人の弟子たちはガリラヤに行って、イエスの指示された山に登った。そして、イエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私には天においても、地においても、一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は言って、 あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、精霊の皆によってバブテスマを授け、また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ私は世の終わりまで、いつもあなた方と共に言います。